プロジェクトクロスゾーン。私が最後ね。お屋敷ともしばらくお別れってね。それにしても
おっさんじゃないかしら、あいつ。ようお嬢、戸締まりは済んだかな。もう遅い。何やってたのよ家庭教師。職務怠慢。普段からろくなこと教えてくれないんだから。こういう時くらいちゃんとしてって、小五郎。そうカリカリするとお肌によくありませんぞお嬢。ま、ちょっと事務所の方でごたごたがあってだな。ほほん、ろくに仕事もない私立探偵のくせに見栄を張らない。あなたはおとなしく私の家庭教師をしてればいいの。相変わらず手厳しい生徒だこと。ただそのごたごた、今回の件と無関係じゃ。どういうこと？もしかして私の屋敷からあれが盗み出されたの？待てお嬢、何か来る。あ、我が主の名におい。ああ、この化け物って。犯人の一味かな。まだ取り足りないらしい。もう、とっ捕まえてどこに持って行ったのか白状してもらう。小五郎、やっちゃいましょうってね。よしなにお嬢、天才流忍術久々にお見せするかな。かっこよかったら褒めてあげるってね。こいつらを締め上げてあっさり片付けばいいな。なんとなく長い旅が始まるような予感がする。私のチアリーダーサッポーお目に。気分すっきり。ちょっと癖になるかもってね。おりゃ！
今までのおさらいをしようか、お嬢。まあ見てなさいってね、私のチアガール殺法。レディーファイト。出番かな。旅は道連れってね。じゃあよろしく。なるほど、ではお手並み拝見といこうかな。レディーファイト。カレーファイト。トヤー、レディーファイト。ウッフー、私ウッフー、ウッフー。天才流忍術に敵はなしという感じだな。あら調子いいこと、いい気なものってね。よかろう。これも私のお嬢様道の1ページってね。ま、わがままな依頼人よりはマシかな。レイインファイト。何だったな。普段の依頼に比べれば楽だったかな。ああ、もうお屋敷でゆっくりした